1952年、出口忠しは宗教法人大本の三代教主。四代教主、出口聖子は出口忠しの三女。明治35年、京都府綾部で出口鬼三郎と二代教主、出口隅の長女として生まれる。昭和3年、高見元と結婚する。昭和27年の教主就任後は独善的。 関連的に陥りやすい信仰生活者を戒め、め、却下症候胸とした強風を打ち立てる。幼少より日本伝統文化に精進した。書道、茶道、農学、短歌、薬もごと、陶芸など、たゆみない修練を続けてきた体験から、日本の伝統文化の世界的地位を解き、日本民族としての誇りと自覚を高め、高い教養を身につけ、生涯精進を怠らなかった。 神徒は元より文化人を招き聖壇を交わすなど、課長風月お供ともとしみをもって、日本の心を説いた。著書は、私の手帳、調節器、水曜集など、信仰のあるべき姿や文明批評、自然や歴史についてなど、豊かな感性と、芳潤な筆による随想を数多く表した。歌集も多い。平成2年9月23日、88歳で逝去。 父、出口鬼三郎、母、出口住二代教主、夫、出口秀茂、その他教団幹部当国の間、幼い子を抱え、自ら農業に勤しみ、社会の悪場と霊障に耐えつつ、事件解決のため奔走した。弁護士交渉、弁護費用の調達、信徒の指導など、国外にある者の,の重荷を一身に背負い、難局を突破した。出口忠しが、教主の頃は、 第二次大本事件で徹底的な弾圧を受けた大本が復興すると同時に分派が起きた時代でもある。直美の長女、出口直美の夫、出口英二は左翼思想に傾倒し、社会主義こそ魅力の世と大本の本来の教えから大きく外れた思想を持つと共に政治的色彩の強い活動を行い始めた。それに対し、直美は大元の平和運動は 右によらず左によらず、右をも左をも平和の大道に生かしうるものでなければなりません。大元には大元としての平和運動があるはずですと悟すなど、特定の思想に偏らないよう再三の指導を行った。しかし、出口英二は忠告を無視してその指導に抵抗し、求められる誠実に反する。直火は最後の最後まで忍耐をもって正しい信仰の、 あり方を教えさとしたが、出口栄治は、聞き入れず、教主の申請を根本的に否定して、大本の神業を甚だしく阻害。ついには、大本教団を酷訴するに至った。大本神と、また社会へ与える混乱をこれ以上感化することは、できず、直美は、それに同調した、長女、直美の教主継承を取り消し、三女、聖を大本四大教師とした。 1990年、直美、坂江二夫妻は大元を離脱して、反共団団体、大本新と連合会を結成した。同時期に、出口和明を中心とする派閥が大元から独立して、愛前園を結成した。ありがとうございます。